日本労働弁護団より夏目一郎さんです。よろしくお願いいたします。すいません、立ち止まらないでください。立ち止まらないでください。皆さんこんにちは。日本労働弁護団幹事長の夏目です。雨の中の国会前、安倍政権を打倒する集会、ご苦労様です。日本労働弁護団もこの間全力を尽くして安倍打倒に向けて戦ってまいりました。私は、我々は労働事件の専門の法律家ですから、今回の、国会におけるですね、安倍内閣のやり方、森友家計学園のですね、文書改ざんの責任の取り方に対して極めて大きな怒りを感じます。これ国権の最高機関である国会にですよ、重要な公文書を改ざんし偽造し隠蔽し虚偽の答弁を続けてきたこの人たちが、なんでたった3ヶ月数ヶ月の処分で済むんですか。民間企業であればこんなもん一発で懲戒解雇ですよ。そしてこの不正を許した上司たちは降格減給飛ばされます。退陣ですよ。そう、当たり前じゃないですか。それが我々日本国の国民のですね、責任の取り方なんです。それをこの安倍政権は一切この国会の中でそういう責任を取ろうとしない。これは異常ですよ。皆さんおかしいと思いませんか。先ほど山口二郎さんが民主主義は腐った権力を国民の手に取り戻す、奪うものだと、奪い返すものだとおっしゃいました。その通りです。国会が不正な状態で、不正常な状態でちゃんと責任を取らないのであれば、主権者である我々国民が脳を突きつけて彼らを退陣させましょうよ。主権者たる我々があんな政権を許していいわけはありません。先ほど豊中市議会の議員の方から、子どもたちに恥ずかしいという話が出ました。私にも小学校3年生の娘がおります。安倍政権がニュースに出るたびにテレビの前で、もうこの倒れろ、打倒だともう言い続けてますが、最近娘がですね、お父ちゃん安倍倒したって聞くんです。今日も安倍政権を倒してくると家から出てきましたが、本当に倒せんのって聞くんです。皆さん子供まで心配してるんですよ。我々大人がこの責任を取ってですね、この安倍を退陣に追い込まないでどうしますか。そうだ。私は、まあ、労働事件の専門家で、労働法制に対して、安倍政権に異議を申し続けてきました。今回の働き方関連改革法案も、高度プロフェッショナルという大きな大きな毒入りの法案なんです。過労死家族の会の人たちがこんなの過労死の促進になる、長時間労働の促進になるからやめてくれと、安倍政権に対して、安倍首相に対して首相官邸前で座り込みをしました。我々労働組合と一緒にやりました。安倍政権は、安倍さんは会おうともせず、そして強行採決をしました。こんなこと許せません。ここに今日お集まりの労働者、市民の皆さん、オールジャパンユニオンの皆さん、オールジャパンデモクラシーの皆さん、良識のある市民の皆さんとともに、この働き方改革法案、高プロ入りの毒まんじゅうを絶対に葬り去る、そして安倍政権を退陣に追い込む、脳を突きつけて必ず倒す、ここで皆さん約束しようじゃないですか。決意を固めましょう。皆さんとともに日本労働弁護団も最後まで安倍政権を倒すまで戦います。打倒安倍内閣、共に頑張りましょう。